ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。抽選的には聖夜取れましたが、今日はマジハロにしたいと思います。なぜなら今日はこの子じゃない、ローズか、ローズか、ローズの誕生日らしいです。青い方の子誕生日だからマジハロ全録みたいなね。知らんけど、誰も埋まってないっていうね。どうすんだっけ、バー狙いだっけで、最初のこのリプレイでなんかあるんだよね。もうダメだったんかな、これわかんないけど。でリセット時はなんか宅当て、6択のリプレイをなんか当てたら ART スタートみたいなのがあった気がしますけど、多分もうダメですね。まあそんなことはどうでもよくて、セイヤも良かったんですけどね、うん、いわゆるエンペラータイム最近負けてないんで、てか今月負けなしなんですよ。5回打って5勝0敗まあ、A プラ ART って王の力が試されると思うんですよ。タイミングであったりとか、要は低設定であっても、これって何狙えばいいんだっけ。スイカ見えないんだよな。じゃスイカどこにある、スイカの場所教えてバーじゃない、バーバー、あ、なんやこれなんやこれ、代用されたってこと。あ、ここはこれで代用された、わかんないけど、なんやこの、なんやこの手ね、払い出されたわ。まだまだ当たっちゃう、これ判別とかした方がいいの。もう赤じゃん、当たったわちょっと待ってね、まずは適当に狙うね。レギュラーボーナスから、あ、バーじゃない、あ、もうすごい強そう。どういうボーナスがあるんだっけっていうレベルなんで、青7とか狙ってみようかな。あ、これ違うな、これ当たってない、青7じゃないわ。じゃあ赤7とか狙ってみようかな。あ、揃った、やった、投資1000円、20ゲーム、スイカ赤7、スイカ、あれ、あれ何、スイカが何か分かんないんだけど、なんかもしかして偉いの引いちゃった、重複確定の役。とにかく A プラス ART はその王の力が試されると、言ったら設定不問で引きだけで出せる台だと思ってるんで、引きというかその噛み合いで、クソ薄いフラグ一発ドンって引くんじゃなくて、1でも6でもいわゆる設定差のない部分って多いじゃないですか、はい、そこをタイミングよく引いちゃえばもう負けない台だと思ってるんで、だからまあ今エンペラータイムだとすればね、マジハロでも勝っちゃうんじゃないかと、そんなに甘い台じゃないと思ってるんで、はい、ただ1個だけ懸念点があるとすれば、俺のエンペラータイム終わった説、前回の動画、あれ昨日なんですけど、大工のゲンさん1日打ちまして、いや勝ちは勝ちですよ、大勝ちしたんですけど、最後ね1200近くまではめてやめたんで、もしかしたらあの昨日の昼時点で終わっちゃったのかななんて思いながらも、この台ね、詳しい人はセブンズのね、ゆとりの動画とか見てもらえばいいんで、初めましての方、名前は知ってるけどあんまりこの台打ったことないよっていう方と一緒に今日勉強していきたいなと。これは設定資産は多分ないと思います。250万、えクレオフかと思った、懐かしのクレオフかと思ったわ。ということで赤7は多分一番偉いボーナスなのかな、はい。でこの台はね、乾燥型 ART っていうね、ちょっと珍しいやつなんですけど、とりあえずボーナス終了後は必ずこのなんちゃらゾーンみたいのに行きます。このベルが3択なんですけど、3択のベルを取りこぼしたら状態に入って、そこから6択のリプレイ成功すれば ART 入ります。失敗したら通常時に落ちると。取りこぼすまでは今みたいなリプレイが全部このチャンスリプレイなんですけど、これに、まあ、見た目上になると、まあ、ちょっとギルティークラウンみたいな内部 RT 状態っていうので、見た目上のリプレイフラグの、まあ、あれが変わるっていう感じですね。これもチャンスリプレイかな。ああ、当たったわ。俺今まで当たった方がいいのかと思ったけど、当たると良くないみたいです。っていうのもこのセット数管理型ストックタイプの ART なんですけど、まあ、今の状態、基本的にストックがない状態なんで自力6択当てになるんだけど、ストックのあるなしに関わらず、この3択ベルを取りこぼしていわゆるナビの出る状態になった後、リプレイフラグを引かずに粘ると、なんか特化ゾーンみたいなミッションみたいのに行って、ART のストック特化ゾーンがゲットできると。でそれ入るまでの耐えるゲーム数があるんですけど、短い方が当然有利なんですけど、それがなんか延長されちゃうらしいんですよ。今はリプレイフラグが、あ、応募した、こっからですね。おお、まず1ゲーム、はい、ああ、まあすぐ行くわけですよ。こうやって俺はもう順押しって決めてますんで、はい、で失敗したんでおしまいと、はい、8.4、
で、この台はね、スイカが偉いんですよ。スイカってだいたい弱いことが多いんだけど、割りかし当たるし、あれはスイカなのかわかんないけど、ね、チャンス。あ、これ強チェリーリプレイ当たった。っていうことは当たってたってことかもしれない。ボーンだ、移植が出てきたら、赤赤青が出てきたら、これあ、違うんだ。あ、じゃあ今の強チェリーリプレイで、強チェリーリプレイで当たったのかもしれない。まあよくわかんないんだけどね、あんまりね、多分ね、気にしないでいいと思うんだよね。何したらいいかわかんないんだけど、この後結界防衛ゾーンみたいなやつに行くといい。で、これが出てくればいい。あ、ダメでした、はい、ダメだったらまたこれから。あで、ダメと。あ、なんか点滅してる。これ終わっちゃうかもみたいな。あ、終わっちゃった。で、なんかね、内部モードが確かあって、ゲーム数で降格とかの抽選をして、なんかね、難しいんだよね、この台。まずいですね。ただただお金がなくなっていくぞ。はい、チャンリプ、そしてチャンリプ。さすがに上がってても良さそうなんだよ。ああ、行ったね、トーニー。はいはいはい、これはチャンスリプレイで超広角に上がったと。あ、スイカ当たれ当たれ。あ、ちょっと強くなってる。マジ。あ、当たってない、わかんないよ、まだ。あれ ?3 回目だけど、どうなの。ほいほいほい、やった力。これ超広角でのボーナスなんで、ストック2個と。はい、スイカでの移植で、超広角滞在中なんで、もう何もしなくてもこの時点でストックが2個だと思うんで。何も来なかったわ。はい、170枚で、で赤なんで、ストックがありますよっていう。で、初の ART ゲットで、このあと突入リプレイが必要。突入リプレイが、あ、このもう1個滑ると100ゲームか、30オア100なんですけど、で、これは、純増1枚の乾燥型 ART と、30ゲーム間は、ボーナスが成立しても告知されないでやり続けると。最後バトル演出とかに行って買ってボーナス当たってたよって教えてくれるパターン。ただし青7だけは、即告知されると。で、これを揃えることによってストックがもらえると。基本はストックは今ので取る、もしくはここでボーナスを当てて、まあ、ここがちょっと面白いのが、青7の場合は即告知されて、この ART はもう一回やり直しになります。青7以外のボーナスは全て、後告知になるんで、その間一応特化ゾーン扱いみたいな。あ、羽振らした。あ、スイカね。だからこういうのいっぱい引いとくと、もしかしたら当たってるかもねみたいな。お、揃った。これで1個ストック取りましたよ。で、これでボーナスが当たってた場合はここで勝って、あ、逃げられたんでボーナスはなしと、はい、で、また、はい、次セット取って、で、今、超広角で当たったんでストック2個プラスかぼちゃを1回揃えてるんで、もう1個ストックが今ある状態だから、今この時点で赤7が当たれば、その後残りゲーム数の間かぼちゃ降格になるし、移植ボーナスが当たってた場合はレア役降格になる。で、レア役降格になると何がいいかっていうと、最後のバトルでクロニクルバトルっていう上位の ART に入るチャンスバトルの抽選をしてくれると。あとはレギュラーボーナスもそうかな、はい、レア役が来やすかったり、あのかぼちゃが来やすかったりするから、ボーナス当たってんじゃねっていう予測もできる。いろんな歌だとか絵とかで残りストック示唆とかがあるんだけど、まあよくわからないんで、純増1枚なんでこうやってもう全く増えないこともある。見えてる分はここまで。なんか聞いたことのない歌がかかってるんで、まだありそうですね、はい、いくよ。特に歌は流れてないんで、やっぱこれで終わりそうですね。で、ストックなしの青背景に、あ、まだストックがある。よくわかんないですけどね、理由は。まあ、見えないところでストックを取ってることもあるらしいですよ。3ゲーム目煽り、頑張ってください。あ、ステージアップ、あ、もう1回ステージアップしねえかな。
よし、これは当たってる可能性あるんじゃないっていう。いっぱいスイカ引いたし。ガルダ、これ当たってないと寂しいな。あ、でも相手の攻撃なんだけど、負けたわ。あ、でもストックはあったけど負けたわっていうね。はい、当たってないんかい。うん、まだストックがある。もうわけわからないですけど、まあありがたいですよ。悲しい、マジ当たらねえ。ボーナスで青なんで、もうストックはないかも。ああ、ないわ。7セットでストック切れ、6択失敗、おしまい。え、リプレイ重複。投資1万6000円、強チェリーリプレイでボーナス。内部状態はおそらく低格。当たったわ。18000円、160ゲーム。おう、チャンリプで当たったわ。70ゲーム。ダメじゃー。やった、初の6択成功。自力で、自力なんで、まあ、もちろんセットストックはゼロなんですけど、ここでねかぼちゃを狙ってとかでストックをしていくっていうゲーム性なんで、自力も大事ですよ、もちろん。イエス、あれ1ゲームしかないよ、1ゲームしかないよ。わっ、パネルショート、やっぱ当たってるわ。ああ、ゼロなのに続くってことはそういうことですね。はい、やりました。なるほど、あれゲーム数が合ってない時点でもう当たりってことですね。やったぜ、絡みました、自力から。はい、移植ビッグですね。次には持ってないから、あ、ある、ストックも取ったわ、取りました。基本即赤七を当選させるのがうまいよね、まあ、理想は100ゲーム ART にして即赤七を当選させると残り90何ゲーム間ずっとかぼちゃ降格になるんで、かぼちゃストックを大量に取れると。おっ、おっ、いやー、めっちゃ寒いね。はあ、くっそ寒いわ、残念。はい、初めてのカットイン。ジャクチェ、おお、ジャクチェリーボーナス、設定差がありそうですね。ああ、レギュラーボーナス、これ設定差あるよ。219ゲーム、ジャクチェリープラスレギュラーボーナス、うわ微妙だな。2400分の1、6だけ2400、あとは4096、微妙だな。おっ、ストックがあった。これは何だ、まあラッキーって言ったらこれはじゃあラッキーって言ったら、これ確か設定差のあるやつだった気がするよ。超降格以外でのストック当選が確定するケース、錬金ボーナス失敗後ストックありってことなんで、ということはこれ、え、これもう6じゃん。だってこれはストック抽選135はもう 1% とかで、1は 1%。 え、これちょっと 6かもしれない、6かもしれません、6かもしれません。今のところ46挙動でいいと思います。羽振らしたけどいつもするっけ。あ、揃った、やっと揃いました。ちなみに同一セット内で2回揃えると次回キングカボチャンス、金カボって言われるね、えらいやつになります。うん、あ、当たったんじゃない、これ多分当たったスイカじゃねえかな。まあとりあえずボーナスはボーナスだと思う。
ただね、特殊薬っていうのがあった気がしたんですけど、はい、多分当たってますね、あれ。クロニクルバトルが出てくれば OK。 クロニクルバトル完璧です。これ悪かもでしょ。行った時点で7割方勝つらしいよ。え、あ、もうだってほらはみ出てるもん、ゲーム数やりました。そういうことだ。勝利で、でボーナスでしょ、まず。はい、あ、レギュラーボーナスの可能性ありますね。はい、あ、違う、移植でも OK ね。はい、これうまいってやつだよ、多分うまいってやつ。これで1、3、10、ゲームどこかでミッションが出るんだけど、あー、ダメでした。これほらね、ワルカボチャンスだ。ここで100の方の128分の1引っ張ってきたらえらいことになる。これで128分の1、あー、惜しい。はい、惜しい。ちなみに継続率は、一番選ばれやすいのが 50% ループのが、振り分け 55% とかだったけど、で次が25なんで、まあ、1回は継続してほしい。でバトルでドラキュラは一番ダメなやつじゃなかったっけな。あ、でもなんか赤タイトルっぽくない？相手の攻撃、こっちの攻撃で最後多分こっちが攻撃すれば大丈夫だと思う。あ、こっちの攻撃だから多分負けはないでしょう。はいはい、したら継続かどうか。ここでまあ基本は継続ですよ、何も。まあボーナスまで、あ、はい、ダメでした、はい、継続。まあまあ OKOK、 めっちゃ燃えてるよ、めちゃめちゃ燃えてるけど、そもそも最終ゲームだった。黄色、ああ、でもこれ強いやつじゃない。あ、ここで出たやつは確か確定なはず、絶対揃う。ここってワループはどうなるんだろう。さすがに裏に回るのか、あった場合で。こっちの攻撃なんで継続以上。あのスイカでもしかしたら当たってるかもしれないよ。ああ、継続ね。はい、真ん中、相手の攻撃、こっちの攻撃、ああ、相手の攻撃だ、まずい。ああ、やられた。したらおしまい。はい、ワルカボチャンスは3連で終わったけど、まあ最低1個はストックがカボチャ揃いしたからありますよと。何事もなく。さて、ああ、あの1個だけ難しいね、難しい、全然出る気がしねえ。こちらで当たりました。64ゲーム、347ゲーム、86ゲームね、160ゲーム、一回も揃わないで安定のストックなし。ここでボーナスを引けばいい。チャンリプ 9.5%、 負けでいい。ダメ。強チェリー30%。テンパイオンになったわ。当たった、素晴らしい。強チェリー、超高でのボーナスなんで、ストック2個以上。はい、これは超高だから行ったのかは知らんけど、これはこれで別の抽選なのかな。まあ、内部的にはこれも ART、 一つの ART で消化中にストックをするっていう。引かなかった、ダメ。当たった、これ多分ボーナスだ、ボーナス引いたわ。はい、いや、なんかすげえ1ゲーム遅い、1ゲーム遅いんだけど、タイミング良くないと思うよ俺多分。何も起きず、あ、パネルが消灯したんだけど、何これ、なんかストックの下かな、わかんないけど、なんかパネショーしたし、悪いことはないでしょう。
1000枚ぐらい出したいけど、いかんせんボーナスを引かんことには無理だから、最低2セット、まあ、今の消灯がただの持ってる下じゃなくて取った下であれば3セットはあるかなっていう。結界防衛ゾーンでストックできなかったのが残念だけど。うわ、あと1ゲームだ、やば、熱っ。いやもう最悪じゃん、もう最悪だわ、今のもう最悪だわ、今の1ゲーム待てばもうストックチャンスだったのに、もう最悪。あーもったいねー。超高の2つ分とさっきのレギュラーのパネル消灯分でいいんじゃないですか、これで何もできず。ああまだストックはありました。終わり。いやーカレーカレーっていうかむずい、この台4枚目きちい台に手を出しちまったわ。クローバー当たったろ。はい、移植、スイカ移植、降格の可能性あり。種フラしたわ、種フラしたわ、やっと揃ったわ。歌が流れてる、複数あるぞ。ヨーチェリーはいいですよ。あ、当たってるわ。今あのカボチェックなるものをやってみたんだけど、今のピキンって音そうだよね、ビッカグらしいです。あれ、化けでも告知音なるんかい。騙されたわ。レギュラーボーナスの時は告知音が出ないみたいに書いてあったんだけどね、気のせいかもしれない。とりあえずストックがあったと。あ、歌流れてたもんね、1個あったわ。これで当たってないって。当たった。何これ何これ、わかんないカボチェックの使い方わかんないのに、ここが光ったら当たりなのかな。わかんねえわ。当たった、弱地移植、431ゲーム、41,000円。いやーきついわー。あーまたレギュラーだ。まあただこれはいくんじゃないか、54ゲーム。さっき赤だったから、はい、行きました。あ、強チェリーリプレイは、ええ、当たりか、当たりだ。はい、まだ荒れ中なんで、荒れ中の強チェリーリプレイはボーナス当選時しか出てこないはずなんで、これはどうなるんだろう。結界防衛の準備中のボーナス分かんないけど、まあいっか。ボーナスを引けばカボチャンスストック2個プラス 25% ループ、あ、兆候と同じ。ただこれは準備中が適用されてるのかがわからん。さてもう一回やり直しかな。はい、最後の最後にローズ来たよ。ダメなんかい、なんやねんそれああだよね、無理だ、無理ゲー。もう一 ART だけやるわ。昨日ゲンさんでそれやって、もう一ラッシュやるっつって1100ハマってやめたんだけど、この台はもう一 ART やります、自力含めて。
当たった。359ゲーム、5万円ちょうど、強チェ。追加投資、6枚目。おお、珍しい子が出てきたよ。357ゲーム、5万7000円。国会防衛像、もうこれも ART ってことにしよう。よし、終われる、これでやめれる。はいはいはい、赤赤赤。いやー、さすがに取ったわ。はあ、はぁ、キモすぎ、この台。二度と打たねえ。エンペラータイムの俺をもってしても無理だね。この台は辛すぎるがゆえにつまんない。好きな人がいるからクソ台とは言わん。ただすっげえつまんなかった。やっぱりね、今日なんかローズの誕生日とかそういう色気出したせこいことを考えた俺が悪かったね。焦らず丁寧に聖夜から打たないとダメってことを学びました。今日5万何本負けましたけど、はい、満身です。これは俺が招いた悲劇というか、まあ自分のせいですね。明日からはしっかりと聖夜やりたいなと思います。聖夜しか勝たん、聖夜しか信じない。お疲れ様でした。